はい、どちらからでもどちらでもホームラン打てるっていうバッターですね。さあ9番高く上がった、高く上がった、大谷は打球を見ている。どうだ、天井に当たったんじゃないですか。天井に当たったか、いや今審判がまだ何もキャッチをしませんでした。どこまで行ったんでしょうか今のあたり。大谷は今一周して帰ってきましたが、落ちてきました。清水さん、今日本ベンチの選手が話してるんですが、これ裏側に入ってしまって落ちてきてない。落ちてきてないですよね今ね。ボール見えなかったですよね今これ。清水さん、三塁側から見てますと、はい、ちょうどこう上がったボールがですね、屋根の隙間からこう入っていくような、屋根の裏側にですね、はい、入っていくような形になりまして、そのままボールが落ちてこないですね。ここまで行って入りました